皆さん、こんにちは。モデルとしてデビューして清純派女優として活躍した五十嵐純子さんは、プライベートでは中村雅俊さんと結婚していますが、実は結婚前にかなりの大物俳優と三角関係があったのではないかと噂されていました。結婚式にも殴り込んできたとも噂があります。大物俳優とは一体誰だったのでしょうか。五十嵐純子さんのプロフィールや経歴とともに見ていきましょう。五十嵐純子さんの結婚後は中村雅俊さんと結婚したので、現在の本名は中村純子さんです。生年月日1952年9月生まれです。埼玉県浦和で電気店を経営する両親のもとに生まれ、私立の川村中学校に進学しました。同じ学校に通っていた海老名みどりさんが言うには、五十嵐純子さんは校内でも美人として有名で、開校以来一番の美人だったようです。川村高等学校は芸能活動が禁止されていたために中退しています。五十嵐純子さんが川村高校在学中にジャバンファッションモデルセンターというモデルクラブに合格します。そのため川村高校は芸能活動を禁止していたため、中退して芸能界入りしています。1970年にドラマバラエティ日曜8時笑っていただきますで女優デビューを果たします。それから五十嵐純子さんの人気は徐々に上がっていき、翌年にはグラビアで数多くの雑誌などにも掲載され、アイドルとしても大人気でした。デビューから5年、アイドルから本格的に女優に転身し、映画に初めて主演として抜擢されました。その映画は医師免許を持つ作家渡辺淳一さんの小説で、際どいシーンがある映画でした。この映画はもともと山口百恵さんが主演と決まっていましたが、山口百恵さん側が際どいシーンは NG だと辞退されたため、五十嵐純子さんにその主演の話が舞い込んできたようです。五十嵐純子さんは映画の原作の渡辺淳一さんの小説のファンだったそうで、なんと作家の渡辺淳一さんにいつかドラマで自分を主演に使ってほしいという内容の手紙を出したことがあったそうです。これもあって念願だった主演に抜擢されたのかもしれません。そしてこの映画が五十嵐純子さんの代表作となったのです。さらに刑事ドラマ俺たちの勲章に出演し、結婚した中村雅俊さんとはこのドラマで初共演をします。そして五十嵐さんは出会って2年後の1977年に当時人気絶頂の俳優中村雅俊さんと結婚しました。中村雅俊さんも大変人気の俳優でしたので、結婚発表後ファンクラブの8割が辞めてしまったことでも有名な話です。結婚当時の年齢は中村雅俊さんは26歳、五十嵐純子さんは24歳でした。当時は電撃結婚ということでかなり話題にもなりました。結婚した時はすでに妊娠5ヶ月だったので、いわゆるできちゃった結婚でした。俺たちの勲章のドラマで初共演した2人ですが、中村雅俊さんが五十嵐純子さんに一目惚れをして猛アプローチしたそうです。五十嵐純子さんの可愛さに度肝を抜かれたと言われており、ベタ惚れだったようです。結婚発表後すぐに同棲生活を始め、1977年2月1日中村雅俊さんの26歳の誕生日に入籍しました。五十嵐純子さんは当時を振り返り、それまでまともに恋愛をしてきたことがなかったが、付き合ってすぐに子供もでき、あっという間に結婚してしまったことに自分でも驚きましたと話しています。それだけ中村雅俊さんが猛プッシュして交際から結婚まで至ったことが想像できますね。しかしこの結婚の裏ではある大物俳優と三角関係だったのではないかと言われています。その大物俳優とは五十嵐純子さんと中村雅俊さんが初共演した俺たちの勲章で共演した俳優松田優作さんです。実は松田優作さんも五十嵐純子さんのことを一目惚れをしたと言われています。松田優作さんと中村さんは文学座の先輩と後輩の関係でした。先輩と後輩ではあるが恋のライバルになった2人は、撮影以外の現場では恋の火花を散らしていたそうです。最終的に中村さんが五十嵐純子さんの心を射止めたということが真相のようです。そのため
三角関係ではあったものの、ガラシ純子さんが二股をかけてたわけでもありませんでした。そして二人の結婚式に松田優作さんが革ジャン姿で結婚式の会場に乗り込んできたという事件があります。松田優作さんは、本当は俺が純子と結婚するはずだったと、当時その披露宴の司会をしていた徳光和夫さんは、突然のことにどうしたらいいかわからなかったと語っています。徳光さんは当時松田優作さんが本気なのか冗談なのかわからず、うまく対応できなかったようです。ですが、この一連の行動は松田さんの演出だったようです。さすがの演技力ではありますが、当時五十嵐さんをめぐり中村さんと三角関係が噂されていたこともあり、実際は中村さんと仲が良かったため、松田優作さんは面白がってこの演出をしたようです。これが松田優作さん、中村雅俊さん、五十嵐純子さんが三角関係だったと噂される事件でした。なんとこれは2018年の3月、週刊新潮に徳光アナが明かした松田優作の五十嵐純子秘話という記事で明かされた逸話です。五十嵐純子さんは結婚後、男の子1人と女の子3人の中村雅俊さんとの間に誕生した4人のお子さんを出産し、長男と三女が芸能界デビューしています。長女と次女についても調べてみました。長女は名前はゆかさんといい、日本テレビに就職してバラエティ番組の制作デスクとして働いているそうです。その職場で出会った放送作家の堀江俊幸さんという方と結婚され、お子さんもいるようです。次女については一切情報が出てこないことから、芸能界とは関係のない一般のお仕事をされているのかもしれませんね。長男の中村俊太さんは2001年父親の中村美太社長の事務所に所属し、俳優として芸能界デビューを果たしました。中村雅俊さんと五十嵐さんの息子ということで、世間や業界から注目されたおかげもあってか、ドラマや映画にも出演しています。しかし2009年4月に衝撃のニュースで世間をざわつかせました。中村俊太さんが乾燥大麻を所持していたとして現行犯逮捕されたのです。息子の逮捕の報道に中村雅俊さんは、何も言い訳できません、親の育て方が悪いと言われたら謝るしかないです、息子をとのりたいです、軽率に薬に手を出したことが情けない、責任感がないとコメントを出しています。釈放後は父親の中村雅俊さんに事務所を解雇され、芸能界を引退しました。現在は都内でゴルフのインストラクターをしているそうで、ネットで検索するとヒットしました。更生の道をこのまま歩んでほしいですね。三女の中村梨沙さんは2010年にモデルとして芸能界デビューしました。当初五十嵐さんと中村さんの娘であることは伏せて、ファッション雑誌でモデル活動を始めました。そして2013年から人気ファッション雑誌の E ノット専属モデルにもなっています。中村梨沙さんは母親である五十嵐純子さんの若い頃の顔にとてもよく似ていることは有名です。2014年に芸能人2世であることを公表すると、中バラエティ番組などにも積極的に出演してタレント活動も始めました。両親の存在を隠していた理由について、芸能界デビューしで数年間もの間、中村梨沙さんは両親の名前を公表していい立場ではまだなかったから隠していたと話しています。公表してから親子2代にわたって応援してくれるファンもいるため、公表してよかったそうです。実は現在中村梨沙さんは社長になっています。中村梨沙さんは現在は会社を作り、ブランドも立ち上げています。そこではアパレルやコスメ、フレグランスを販売しています。商品企画や管理、発送を一人でしています。中村梨沙さんの友達には実際に会社を作って EC サイトを運営したり、商品プロデュースをしたりしている人がいるそうで、自分にもできると思って始めたようです。やりたいことには集中できるタイプのようで、楽しみながら仕事をしているようです。現在五十嵐純子さんは結婚後はメディアに出演はあまりされていません。その代わり子育てや子供の頃からの夢だったことに専念していました。
1999年に原宿にパストーンという1階が花屋で2階がカフェのお店をオープンしました。花の販売や五十嵐さん自身が講師を務めるフラワーアレンジメント教室も開催されていました。その教室では家庭のことも話されるそうで、とても気さくだったと大変人気がありました。2階のカフェではドリンクやケーキなどが提供されていて、人気メニューは五十嵐純子さんが考案したレシピのチーズケーキがとても美味しいと評判でした。しかし残念ながら2020年5月に開店されています。コロナの影響もあってやめてしまったのかもしれません。事業をしていると大変忙しい毎日を送っていたかと思いますので、今はゆっくり休まれているかもしれません。いかがでしたか？母親になった五十嵐純子さんは娘や息子のこれからの活躍に期待していることでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。